4番3番と動かしてはいるんですけど、なかなか上がってこないと。一二塁間に打ってきました。小深田の3、4番です。先制のホーム、そして浅村3塁を狙いましたけども、これはタッチアウトです。浅村3塁を狙いましたけどもタッチアウト。しかし小深田が入ってイーグルス先制。4番の島内にタイムリーが出ました。島内ホームへ、そして打った岡島二塁に行きました。島内のスタート行きました。イーグルス追加点2対0です。その後の岡島いいところに引っ掛かれました。効率いいですよね。ランナーが二塁に行ってすぐ岡島でヒット、タイムリーが出ました。初回2点を取りました。ボール飛んで三振を取りたい。ショートの右に抜けていった。杉谷タイムリー、3点目が入ります。追い込まれながらも杉谷にタイムリーヒットが出ました。はい、コントロールミスですよね。選択したボールがこうスライダーというボールなんですけど、表情は変えませんでした。そうでしたね。こう大きなガッツポーズかなあるかなと思いましたけども、まあ、初球にこう空振りした大きな倉川選手の特徴であるカーブに対してね、2回目のスイングでしっかりとね、アジャストしてきましたね。グラムショーにもタイムリーが出ました。初球打ったハードブックは弾いた。セカンドランナー3塁を回った。杉谷今日2本目のタイムリー、5対1になりました。サードのグラブを弾くタイムリーでした。はい、しっかり捉えてますからね。打球も速かったですね。そうですね、今日2本目のタイムリーヒットが出ました。1番レフト